さんに勝った選手がガッツポーズしてましたけど、そうですね、あの一応高校の後輩で一個したんですけど、負けたのはやっぱ悔しいですけど、まあ、でも僕もまだまだ先輩として、はい、負けてられないので、はい、ポジティブに捉えて、うん、まずは負けを認めて、ステップアップしたらいいなと思ってます。そうですね、まあ初戦であまり思うように体が動かなかったんですけど、まあでもその刺激入れという意味で、試合に出たので、やっぱり練習としてはいい感覚作りにはなったのかなと思います。ずっと冬季で、筋トレだったり、高出力のトレーニングを行ってきたので、まあ、若干やっぱり力で走ってるっていうのと、後ろに決着癖がまだあって、それをもうちょっと前でさばけるようになれば、もっともっといい記憶っていうのが出てくると思うので、まあ、多分動画見たら課題とかもまだまだたくさんあると思うので、そこを見改めて、頑張っていけたらいいなと思ってます。やっぱり世界陸上が、間近まで迫ってきているので、まあ、この記憶じゃまだまだ、ダメなんですけど、しっかり、10秒05っていうまず標準記録を突破して、で、日本選手権また2連覇できるように、2連覇すれば必然的と代表にも選ばれると思うので、あとはリレーでしっかりミスしたリベンジという形と、個人でファイナルというところを目指していければいいなと思っています。